カエカメルマガ、2018年2月16日、おはようございます。一般社団法人、カエカ GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大輔です。本日も、聞いてくださっている皆さんが最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、カエカより応援しています。本日のカエカメッセージ、引き寄せを起こしたい人へ、このように書くと、カエカトレーナーの方々からは、あれ大ちゃん、どうしたの?と思われそうで、全然カエカ的ではないのですが、このようなタイトルで書くと、お読みになった方の興味がぐっと惹かれるかな、と思い、このようなタイトルです。そもそも、引き寄せの法則とは、イコール、波の共振、です。皆さんの携帯電話に電話がかかってくるのは波の共振イコール引き寄せの法則です。詳しく言うと皆さんの携帯電話が番号を持っていて周波数を持っています。電源をつけると電磁波の周波数が出て電源を切ると電磁波が出てない状態です。ドコモや au やソフトバンクなどの基地局が皆さんがどこにいるという電磁波を読み居場所を特定しています。私が皆さんに電話をします。すると電波塔に飛んで、そこから皆さんがいる基地局へ飛び、皆さんの携帯が出す波へ私の波が共振し、お話ができます。これも引き寄せの法則です。宝くじが当たった、素敵なパートナーと出会えた、交通事故に遭った、盗難事件に巻き込まれた。全部引き寄せの法則です。皆さんが潜在意識層、顕在意識層に何を持っているか、その周波数に出来事、人、経済が引き寄せられます。潜在意識層、顕在意識層に豊かさが入っていれば豊かな状態になり、足りない不足感が入っていれば不足の状態になります。人を非難していれば非難され、人を大切にすれば大切にされます。自分を尊んでいれば、尊んでいる周波数が出ているから、尊ばれることを引き寄せます。ああ、だから私、こんな惨めな人生なんだ。ここを直さなきゃ、この自己否定を癒さなきゃ、と思うと、今度は自己否定に意識が行くので、自己否定の波が出ていきます。自己否定を癒そうとして、私自身がどんどん自己否定を強めていきました。よく言われます。え?大ちゃん東大卒でしょ?空手五段でしょ?なんで自己否定なの?それが学歴とか関係ないんですね。え?東大卒なのにそんなこともわからないの?と言われ始めるともう人前で喋れなくなる。何も言えなくなる。目立たなくいよう、声も小さくしていよう。そんな時があったんですね。そこから立ち直ったのは、自己否定を直す、癒すのではなく、自己否定のおかげで、にしたんです。俺には強烈な自己否定がある。そのおかげで、とにかく丁寧に丁寧に、自分に対して、人に対して、仕事に対して、丁寧に丁寧に心を込めよう。自己否定がなくて、余裕で天狗で威張っていたら、丁寧の周波数帯は備わっていませんでした。周りから鼻を折られるまでは、仕事もスピードでちゃっちゃかこなし、やったでしょ?の周波数帯でした。でも、正直なんですね。前職は、父の経営する工場で、NC 旋盤という機械を使って、ステンレスなどの金属を加工し、内視鏡部品やロケット切り離し部分の部品を加工する現場で、最終的にはチームリーダーでしたが、丁寧。心を込めるとは真逆。やってるでしょ。でした。プログラムを作り NC というコンピューターが動いて金属加工するのですが、プログラム一文字間違えると、ゴン。飛ぶつけます。ここに書くのも恥ずかしいくらい、ひどい状態でした。精神的にも立場的にも、会社の被害金額としても、ものすごい痛い思いをして、ものすごい自己否定。するとどんどん、自己否定を上乗せする引き寄せの法則がどんどん働きました。そこで決意したのが、
100やろうとしたことを10でいいから、一つ一つ丁寧に丁寧に行う。これは強烈な自己否定のおかげです。お人の心を、自分の心を、自分の体を、機械を、製品を、道具を、部屋を、会社を、全部はできないから、来た順に、目の前に来た順に、丁寧に大切に行う。すると、丁寧、大切の引き寄せの法則が働き、以前よりゆっくりやっているようでも、最終的に出来上がった仕事、人間関係、時間密度、あらゆる点において、素晴らしい形になりました。そして何より、私自身の精神状態がとても良い状態になりました。大切にする引き寄せの法則です。引き寄せの法則とは、波の共振です。このメルマガが皆さんに届いているのも、皆さんのメールアドレスの持っている情報から出ている電磁波に、開花が皆さん宛に送信した電磁波情報が、波の共振イコール引き寄せの法則によって届いて、今皆さんが開花メルマガを読めています。そしてどんどん素敵な流れが起こる波の共振が、顕在意識や潜在意識をさらに超えた集合意識、ゼロポイントフィールド側、つまり愛感謝側です。皆さんが愛感謝の周波数をいつも出していれば、その波の共振が起こり、愛感謝の引き寄せの法則が起こります。だから、すべて自分発信なんです。自分に対して、周りの人に対して、動植物に対して、物に対して、愛感謝なんです。世の中で騒がれているすごい引き寄せを起こしている人は、自分に感謝、パートナーに感謝、親に感謝、子供の存在に感謝、お金に感謝、車に感謝、食事に感謝、パソコンに感謝、神棚に感謝、捨てるゴミに感謝、お風呂に感謝、洗濯物に感謝している人なんですね。だから、騒ぐことではないんです。それゆえに、冒頭の、引き寄せを起こしたい人へ、というのは、量子力学で言うと、おかしなことなんです。皆さん、ご自身が、ご自身の存在に感謝、スマホに感謝、スマホを持つ左手に感謝、文字を読める目に感謝、文章を理解できる読解力に感謝、という感謝をたくさん探していけば、感謝を探している時が、感謝周波数が出ていますから、感謝の引き寄せの法則が働いているので、世の中で騒がれている、すごい引き寄せが起こります。逆に、愚痴る、諦める、批判する、と、そのような引き寄せの法則が働きます。感謝が最強ですよ。いつも最後までお聞きくださり、ありがとうございます。では、聞いてくださっている皆さんにとって、素晴らしい一日となりますように。